我らの生涯の最良の都市の潜在写真より、フレドリック・マーチは、アメリカ合衆国ウィスコンシン州出身の俳優。スマートな紳士から、ハイド氏まで演じられる広い芸幅と、端正なルックスを合わせ持ち、主にパラマウント映画で活躍した。1931年の、ジキル博士とハイド氏。また1946年には、我らの生涯の最良の都市で二度のアカデミー。 主演団優勝に輝いた。元来子供の頃から芝居好きで、14歳でアマチュア劇団に参加する。ラシーンハイスクールを経て、ウィスコンシン州立大学に入学し、経済学を専攻するも、折からの第一次世界大戦によって、砲兵隊に注意として従軍。期間後は同校を卒業。この頃からジョンバリモアに憧れて、本格的に俳優を目指すようになる。 1920年にナショナル銀行の行員となるが、結局は俳優の夢を捨てきれず、盲腸の手術を受けたこともあって、銀行を退職して、病院の臨時職員を務めながら、モデルや舞台の早く出演などで暮らしていた。映画も1921年の、浮世を茶にして、などにエキストラ出演する。当初はフレドリック・バイケルの芸名だったが、1924年の、 はじめにフレドリック・マーチに改名する。なお芸名は、母親の旧姓、マーチャーから。1927年にはついに主役を演じるようになり、シアターギルドを経て、バリモア一家の一人として、ウェストコースト劇団で活躍、憧れのジョン・バリモアとも共演を果たす。トーキー映画の到来とともに1927年、パラマウント社に招かれて、ダミーで映画入り。 舞台で鍛え上げられたその演技力と、端正な二枚目で人気を呼び、事実上の陶器イースター第一号となる。デビュー当時は、1929年の、底抜け騒ぎのようなクララボーの女学生に誘惑される、教授役など金言実直型の役が多かったが、1931年の、ジキル博士とハイド氏での二重人格者の演技が高い、評価を得て、アカデミー主演男優賞を獲得。 今までと同じ役柄の金言実直なジキル博士と特殊メイクにより野獣のようなハイドを演じ切ったマーチはこの一作で大きく飛躍した。ちなみにこの時はアカデミー男優賞はチャンプに主演したウォーレス・ビアリーとダブル受賞で同時に二人の人物が受賞するということは第41回の主演女優賞まで唯一の事例だった。また本作は1991年の 羊たちの沈黙のアンソニー・ホープキンスが受賞するまで、ホラー映画の主役に与えられた唯一のオスカーである。しかし、常に与えられた役柄に不満を抱き、そのことから一時は映画会社を渡り歩く、異端児としての日々が続く。1934年にパラマウントの再契約を拒否、ホックスに移籍し、1937年のセルズニックプロの スター誕生で落ち目になったかつての人気俳優、ノーマン・メイン役を演じ、アカデミー主演団優賞にノミネートされる。1936年には1本12万5000ドルという、高額ギャラベスト5に入るなど、この頃に人気はピークになる。1938年にパラマウントに戻るが、この頃撮影所への不満が爆発。妻で女優のフローレンス・エルドリッジと共に、 ブロードウェイの舞台に出るが、一週間で打ち切りという、失敗に終わる。さすがに、ハリウッドに戻るが、一度ハリウッドから出て行ったものは、余計、物扱いされ、独立スタジオぐらいしか呼び声がかからなかった。1939年にはまたブロードウェイへ走り、舞台に、精力的に出演する。この間に、映画はギャラを下げて何作かに出演。 そして1944年と1945年には完全に映画から離れる。まさしくスター誕生のノーマンのごとく、この頃にキャリアが低迷し、後続のゲイリー・クーパーやスペンサートレーシーに抜かれてしまう。1946年に我らの生涯の最良の年で中年の福音兵を演じ、二度目のアカデミー主演男優賞を受賞。 単なる二枚目から苦悩に満ちた中年男へと見事に変身し、さらなる人気を呼ぶ。翌年は舞台でもルース・ゴードン作のイヤーズ・アゴーでこの年に創設されたトニー・賞の最優秀男優賞を獲得。1951年には劇作家アーサー・ミラーの代表作の映画家セールスマンの詩でベネツィア国際映画祭の男優賞を受賞。 1955年のサスペンス映画、必死の逃亡者では、ハンフリー・ボガート扮する脱獄犯相手に白心の演技を残し、1957年には、再び、友人をニール作の舞台、夜への長い旅路で、トニー賞に輝いた。1960年には、社会派映画の第一人者である、スタンリー・クレーマー監督の意欲作、風の遺産に、ライバルのスペンサー・トレーシーと、 共演、二人とも同じウィスコンシン州出身、二度のアカデミー賞を獲得、そしてジキル博士とハイド氏で主役を演じていたことなど、彼らには共通点も多く、実際、二人は私生活でも仲が良かったという。政治的にはリベラルで、1949年では、海務比米活動委員会のカリフォルニア支局で、ブラックリストに載せられた。1923年に、 エリザベス・ベーカーと結婚するが、後に離婚。1927年に結婚したフローレンスとは、映画に共演作も多くおしどり俳優夫婦として知られた。1972年に、前立腺癌の手術を受けるも3年後に帰らぬ人となった。アカデミー主演男優賞を2回も受賞した俳優は、マーチをはじめ、スペンサートレーシー、ゲイリー・クーパー、 マーロン・ブランド、ダスティン・ホフマン、ジャック・ニコルソン、トム・ハンクス、ショーン・ペン、アンソニー・ホープキンスと、わずかにしかいない。ありがとうございます。